こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も主婦の友瀬出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は演算限りなき碧早々たりです。出典は碧岩録です。対するに値す母運の帰って未だがせず演算限りなき碧早々たりと対句になっています。見るに値するのは夕べの雲が西の山に帰ってきてまだ一塊にならずに切れ切れに浮かんでいるところだ。その雲の彼方には青々とした山が層をなして続いているという美しい情景を歌った句です。それでは今から演算限りなき碧早々たりを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。